ランバーサクランバさあ、クールビューティー大沢咲子先生静かなる闘志決勝ルートにぶつけてもらいたい。さあ本大会やはり頑張っ選手を苦しめた一つの要因としてはこの前半にありますいわゆるサザンエッグというさあ頑張っ非常にテクニックを頑張っフットワーク、そして岩場での経験の差も出るような頑張っ頑張っ頑張っナイスナイス決められている選手も多いですが頑張頑張いいよなかなかいい形でナイスナイスナイス頑張っ頑張っどうもそこでもう一度立て直せるように皆さんの応援も頑張っサコ頑張っ頑張っしっかり休んでそっから頑張だよ頑張頑張ナイスナイスあこ頑張少し首をかしげるような形選手でした。